卵焼き鍋卵焼き鍋卵焼き器とは卵焼きや出汁巻き卵を作ることを目的とした専用の調理器具。卵焼きを作る道具には東型、角型と呼ぶ正方形のものと西型、拡張型と呼ぶ長方形のものがある。関西の出汁巻き卵は調理の過程で巻きながら成形するのが一般的で縦長となっている。一方、 関東では、寿司店のように具材を加えた卵液にじっくり火を通して作る卵焼きや、築地などに見られる老舗店のように半分に折り返して成形する卵焼きが一般的で形状は正方形である。また、角型には調理や成形の際に用いる木蓋がついている。寿司屋の卵焼きは返さずに弱火でじっくりと焼き上げるので、 持ち柄はむしろ邪魔になるため取り外されることも多い。家庭用として販売されている商品はほぼすべてが、拡張型で、角型は業務用としての流通がほとんどである。鍋の材料には、ステンレス鋼や銅、アルミニウム合金などが用いられる。特に熱伝導率の高い銅製のものは、熱が均一に伝わりやすく、ふっくらと仕上がる。蓄熱性を利用して、南部鉄を用いた。 南部鉄器の卵焼き器も販売されている。同製品では、鈴により、コーティングを行う。鈴引き、鈴メッキ鈴焼き付けの前準備として、トール材で表面をきれいに洗浄する。温度調整をしながら、鈴でコーティングをしていく。終了後は、内側に付着したトール材を洗い流し、研磨することで本体が完成する。柄の差し込み口であるパイプを取り付ける。 パイプは片方を潰して内側に飛び出ない秒を使って本体の内側から止める。差し込み口となるパイプは現在では切断パイプが一般的だがかつては一枚の銅板から生成していた。柄は白木など様々である。ありがとうございます。